どうもこんにちは、 AK ヒットと申します。漫画紹介を始めていきたいと思います。今回紹介する作品は無限の住人幕末の小編です。無限の住人幕末の小編の著者は滝川蓮司さんと末延龍さんと佐村博明さんです。講談社から出版されています。2019年10月23日に発売されました。無限の住人は2013年に出た30巻で完結を迎えた時代劇漫画です。新装版も出ており、こちらは全15巻です。幕末の章はその第2部というような位置づけですが、著者の佐村博明さんが書いているのではありません。滝川蓮司さんによって脚本が、末延龍さんによって作画が行われています。とはいえ佐村博明さんの作風にかなり寄せてあり、セリフも絵柄もアクションシーンも佐村さんと遜色ないレベルです。まずは佐村博明さんの書いた無限の住人一刀流編からおさらいして、次に幕末の章について解説します。無限の住人一刀流編について。18世紀後半の江戸時代、同心だった万次は上司の悪行を知って殺害したことでお尋ね者になりました。そして追手を100人倒したことから100人斬りの異名がつけられます。その後彼は八尾国に体内に血栓銃を埋め込まれ不死身になります。勝つことこそが剣の道と謳い、あらゆる流派の人間が所属する異能の剣客集団一刀流、その当主である阿野津景久は一刀流を天下に知らしめるための第一歩として仲間を率いて無天一流の道場を襲撃し、門下生全員と当主を殺害しました。生き残った無天一流当主の一人娘浅野凛は両親の仇を討とうと決心します。しかし彼女の剣術の実力は素人に毛が生えた程度で、到底一人では剣の達人である阿野津景久にかなうものではありません。凛は敵討ちの協力者兼用心棒を探す中で万次と出会います。万次は凛に同情し復讐に手を貸すことにしました。次第に勢力を拡大していく一刀流、万次と凛は阿野津景久を追いかけるために旅に出ました。紆余曲折の末、ついに万次は阿野津景久と対決することになり勝利を収めます。復讐を果たした凛は万次と別れを告げました。不死身の万次はその後も旅を続け、時は流れます。幕末の章のあらすじ。時は幕末1864年、一刀流との戦いから80年後です。1853年のペリー来航以降、日本では開国派と攘夷派が争う動乱が続いていました。短期的にアメリカに渡っていた万次は日本に帰国して土佐で暮らしていました。そこへアメリカ帰りの侍の噂を聞いた坂本龍馬が訪ねてきます。万次は龍馬に自分が不死身であることとその経緯を説明しました。そして千人の悪党を斬れば血栓銃は体内から消えると八尾国は保証していたのに、その数に到達しても消えることはなかったことも。龍馬は万次に千人斬ってもその虫から解放されなかったのは天が生きよと命じているからだと言います。そしていずれ日本は開国の道を進むことになるだろうから、その時に有能な人材を残しておくため命を一つでも多く救ってほしいと万次に依頼しました。人を斬るのではなく守る道を提案された万次は龍馬と一緒に動乱の中心地である京都に行くことにしました。京都に到着した万次たちは市中の見回りをしていた新選組の4人の隊士たちに因縁をつけられ、いきなり切りつけられました。万次は反撃し彼らを惨殺します。一方新選組総長山並圭介は戦闘中に刀が折れ左腕を負傷し剣が握れなくなりました。気位の高い彼はこんな体では武士として生きる価値なしと思い切腹しようとしていました。そこへ万次の不老不死の謎を解明すべく研究された血栓術を使う女あやめブランがやってきます。あやめは山並の腕を治療し万次を探すための協力を求めました。人間ではなくなった山並はその日以降歴史の表舞台からは姿を消し、新選組一番隊として働くようになりました。万次と龍馬は京都の料亭で幼なじみである土佐勤王党当主の武智瑞山と会談し、意見が合わずに喧嘩別れになりました。その帰り道、彼らは山並率いる一番隊に襲撃を受けます。どうやら別動隊がすでに武智を捕まえたようです。刺客を退けた万次と龍馬は武智を助けるために動き始めました。まとめ。無限の住人ファンなら一度は夢見たであろう万次と新選組との対決が描かれています。さらに坂本龍馬や人斬り伊蔵まで登場し、ストーリーは錯綜していきます。作中で万次が言っていますが、
幕末の京都はまさに天津景久が死ぬほど望んで手に入れられなかった剣の時代です。今後万次が龍馬の死にどう関わっていくのかも楽しみです。無限の住人幕末の将、ぜひ読んでみてください。はい、ここまで見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。ブログも書いてます。ブログ名は紙の本も読みなよです。この YouTube チャンネルと同じ名前です。ブログの方も参考にしていただければ幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。